1月1日午前0時2015年のスタートとともに姶良市賀茂八幡神社の境内では太鼓の初打ちが行われました。今年で29年目となるこのイベントは正月恒例となっており、地元で活動している賀茂郷テコ坊主のメンバーらが盛大に太鼓を打ち鳴らして新しい年の幕開けを祝いました。撮影は姶良市のふるさと特派員村田俊武さんでした。